今、ツイッターとか見てもそうですけど、やっぱロシアという国自体をなんか憎むようになってしまった人が出てきたりとか、まあ、その気持ちはね、ブチャの虐殺とか見た後にそれは分かんなくはない。で、あともう一個は、ご指摘の通りで、プーチンはロシアの中から出てきたものなんですよね。だから、その戦争が始まってしばらくの間、まあ、そのプーチンのやってる戦争とロシア人は一緒ではないという、だからロシア人を差別したりするのやめようと、これは全く正しいんですけど、正しいんだけど、やっぱ同時にそのロシア人の中からプーチンが出てきた、そうです、そうです。で、ロシア人に熱狂的に支持されるリーダーとしてプーチンが22年君臨してきたってことは事実なんですよね。だからやはりそのロシア製みたいなものと今、プーチンがやってるということは、切り離せない、それはおそらく大日本帝国がやった戦争の醜さと日本人が切り離せないのと同じなんだと思うんですよ。で、いや、僕ね、やっぱ親世代がこう、うちの親は40年代生まれから50年代初頭ぐらい生まれですから、まあ、まさに学生運動世代なわけですけど、やっぱ大日本帝国陸軍というものをなんかこう異質なものとして扱おうとするんですよね。だけどそうじゃないだろうと、大日本帝国陸軍の問題というのはまさに日本社会そのもの、我々そうです、そうからです、そのものができた問題でしょうと、そこから出発しないと結局何回でも大日本帝国陸軍が顔出しますよというのが、まあ、僕の持論なんですけど、それはロシアに対しても多分同じなんですよね。だからそのロシアの人々を愛す、ロシアの人々を理解するということはそうなんだけど、なぜその彼らの中から本来悪くない素朴なロシア人、付き合ってみたら実はいいやつだったロシア人の中からプーチンが出てきてブチャの虐殺みたいなことをやったのかということは、やはりこれは非常に、なんつうんですかね、冷徹に考えなければいけない問題なんだというふうに思っいや、ています。そう思いますね。そしてやっぱりこれもまあ多くの人が言っていることですが、やっぱり日本人は今回の戦争に関して、もっと一般的にヨーロッパ人が考えとは別の視覚から見ることができるはずで、やっぱり日本って過去にブチャの虐殺みたいなことを自分たちが加害者でやってるんですよね。で、その時に僕たち日本人が今、自分たちのことをどう思ってるかわからないけども、まあ、僕たちは結構自分たちは文明化された。しかもまあ当時なんか、まあ、もっとそうですね、アジアの中で進んだ先進国の人間として自分たちを思っていて、そして実際結構教育も行き届いていて、しかし戦争になったら日本兵はかなりやばいことをやっていると。で、そういう経験を持っている国として、やっぱり戦争が続くというのはそういうことであり、そしてまた、これはちょっとこう、飛躍した話に聞こえるかもしれませんが、やっぱり僕なんか思うのは、今回の件でスラブ世界ってこれからすごく長い間、お互いの相互不信というか、大きな傷を抱えていくことになると思うんですね。で、それは日本が前回、太平洋戦争の時にというか、日中戦争から太平洋戦争にかけてああいうことをやった、その傷から全く日本は癒えてないし、また中国や朝鮮、韓国も僕たちを全く信用してくれないわけですよね。で、それは80年経ってもそうで、そういう規模でおそらくロシアっていうのは、これ、ウクライナや他のスラブ諸国からずっと言われ続ける。で、そしてまたそれと同時に、ロシアの国の中では当然歴史修正主義も出てきて、いや、ブチャの虐殺はなかったんだ、そういうのも出てくるわけですよね。それもずっと日本で起きていることで、つまり、まあ、そういう意味で言うと、なんか今回の戦争っていうのに対して、僕は日本っていうのはいろんな意味で実は自分たちが昔やったことと重ねることができると思うんですよ。で、だからこれは別にロシアに同情的になれっていうことじゃないんですよね。ただ、ロシアのことがわからない、あいつらはなんでこんなことやってるんだって単純に怒るような立場に実は日本人はいないだろうと僕思ってるんですよ。いや、本当そうですよね。だから、お話の前、あのさっきのお話の前半の方で、ヨーロッパのその近代的な秩序に対して、まあ、やっぱり日本は後から入っていったし、ロシアもやっぱりそのヨーロッパの田舎だったから、完全にそのアングロサクソン的な現在の世界秩序の中心にはいないわけです。むしろこう近代の中に順応しようとしながらも完全にそこに入れてもらえないみたいな一種のコンプレックスって抱え続けてきたと思うんですね。まあ、今の21世紀生まれの日本人がどう思ってるか分かりませんけど、やっぱり僕のような昭和生まれのおじさんだと、まだ日本というのはどうしてもこの白人世界に完全に馴染めていないみたいなコンプレックスってありますし、やっぱりこう国際会議とか行って、まあ、ロンドンとか行った時になんとなくやっぱりね、アジア人ってのは疎外感を味わうん
ですよね、会議の会場の中で、なんとなく、まあ、勝手な僕なりなのかもしれないけど、でもそういうものをなんかこの国際大に拡大してたコンプレックスってあると思ってて、そのロシア人の持ってる対西側コンプレックス、うん、まあ、彼らはザーパトですね、西に対するコンプレックスっていうのは、そのまま我々日本人が言うところの西洋コンプレックスみたいなものと重なり合う部分があると思いますし、でさらに言うと、まあ、結局現代の国際秩序の原型自体がヨーロッパで生まれてきたから、割とそのヨーロッパは素で振る舞ってもなんかそんなにストレスを感じないのに対して、やっぱロシアとか日本とか中国もそうかもしれないけども、結構頑張ってあのお行儀よくしないと、あの秩序の中からこうはみ出してしまうっていう部分ってあると思うんですよね。で日本の場合はその77年前にやった戦争でもう心底懲りて、とりあえずこの国際秩序からはみ出さないようにしようということを、まあ、一生懸命肝に銘じてきたわけですけど、ロシアはそうではないわけですよね。でむしろナチスに勝って我々は国際秩序の維持者であると、ナチスという人類悪を倒したっていう大変な自負を持ってきた。でソ連も崩壊したし冷戦も終わったけど、別にそれは何か戦争に負けたわけではないというところに来たときに、そのロシアのなんかこの今の国際秩序に対する面白くない気持ち、なぜ我々はワルシャワ条約機構を解体したのに、なんで NATO 残ってんだと、なんで旧ソ連にまで進んでくるんだみたいな、ロシアのまあ素朴な反発心ですよ、とか、あともう一個、そのさっきトットに関して家族の話されてましたけど、実は一昨年のロシア連邦憲法の改正では、結婚は男女の営みであるという文言が入っているんです。つまり要するに同性婚とか LGBT なんか認めないという、でつまりこれってそのロシアの中の、まあ、要するに5割6割の普通の人たちが持っている保守的な家族観というのを、まあ、プーチンが全面肯定してやったわけですよね。それに反発するリベラルとかはいるんだけども、それよりも大多数の人はやっぱりそっちの方に、まあそうだよねというふうに考えると、であるいはすごく過激なあのホモフォビアみたいな人たちとかもいいぞいいぞというふうに言うと。だからなんかこうロシアがその今近代が、まあ、多分そのヨーロッパはまだ近代の進歩という思想を信じていて、もっともっといい方へもっといい方へってやってるわけですよね。だからその意識をアップデートしましょうと言って、次々と新しい規範が出てくる。でそれについていけてるとか、それを引っ張ってるあのインテリのリベラルの人たちっていうのは、もちろん社会を良くしようと思ってやってるし、僕もその一個一個の言うことには非常に分かるんです、どれもね、分かるんですけど、あの時々昭和57年生まれの僕はついていけない感じを感じる。で、それはもしかしたら昭和47年生まれとか37年生まれの人はもっとついていけないかもしれないし、あるいはその生まれた地方とかあの家族とかによってはもっともっとついていけない感じを持つ人っていると思うんですね。で、そういうのをうまくこうすくい上げる器になんかロシアはなってるんだと思うんですよね。だからヨーロッパの極右の中でロシアは人気だし、あの日本でも割と右ほどプーチンが好きだったりしますよね。なんかそういう変なソフトパワーをロシアは獲得しつつあるんじゃないかという気がするんですよね。そうね。だからみんな勘違いしてるんですよ、根本的な。奇襲と速度が全ての作戦だと、中立でなければならないって建前になってると。